あとそのカレーを作りながらね、トントンやりながら、YouTube で、迫田監督の過去のね、YouTube チャンネルを、見てた、聞きながら作ってたんですよ。そしたらね、6番目の動画だったかな。ボールについてっていうのが、まあ、AI かなんかでおすすめで出てきて、それを聞きながら喋ってたんですね。そうするとね、自分が若い頃に迫田監督に教わったことを、いろいろフラッシュバックしてくるんでさ、この話も聞いたな、あの話も聞いたなって。おし、中手。のぶしチャンネル。これ迫田監督の野球っていうものを分かりやすいので、ここでお話ししたいなと思って、私なりの見解を喋るんですけど、まあ、これをいい話と思うか何とも思わないかっていうのはその人の感性ですけど、私はすごくこう影響を受けたことだし、基本を言っておられるんですけど、新しい古いとかじゃなくて、やっぱすごくこう大事なことだと思うんですね。この間温故知新の野球だってお話しさせてもらったけど、新しいも古いもなくて、要するに流行り廃りのないね、大事なことを迫田監督はおっしゃってるんですね。いいか、こんだけ距離が離れてたここを打ったら、場合によってはピッチャーライナーかもしれない。じゃあこれをセンターオーバーにするにはどうしたらいいだろう。ちょっと前です。下手な人のティー離れる。で、近寄ってここで打って、ここに狙って打てば、ネットがなかった時はアパートの屋根ぐらいに行くから、それが少年野球ですからセンターオーバーになると思う。いいか、ティーではセンターオーバー狙ってるね。分かったか。昔のチャンバラで言ったら剣豪が出てきてすごい強かったと。でも戦術の変化で鉄砲で遠くからバーンと撃たれたら、いくら剣豪でも死ぬわけじゃないですか。そういう技術の進化っていうか、時代の流れでどん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 戦術が変化してくる。野球でもそれはそうで、迫田監督優秀した昭和48年の野球と、令和5年の野球っていうのはもちろん違うし、スピードアップもしてるし、パワーアップもしてる。だからこの野球は昔のことで古いんだっていう人も多いんだけど、私は違うと思いますね。どの時代にも、戦国時代だろうが今のスポーツだろうが、人間がやることで、人間ってのは心を持ってますんで、その心をどうやって火をつけてやるかっていう点において、その本質を見てるのが迫田野球。あ、最高。だからボールのことでも教わったのはね、長さん、ピッチャーの投げるボールと野手の投げるボールは違うよと。そのボールの握り方も違うし、一番違うのはピッチャーは敵に投げるんですと。野手は味方に投げるんだよって。当たり前のことだって思いしてるかもしれないけど、私ものすごくそういうことを迫田監督に教わったです。だから、ベース板上で伸びたり落ちたり、動くボールを放らないかのピッチャーで、野手はしっかりその時にボールの軌道が、相手が読める、相手を崩さない綺麗なボールを放りなさいと。で、受け止める時にズシンと来ない軽いボールを放る、そのためにはこうだっていう、そういうことを教えてくれた。これだけでも迫田監督の野球の入り口ですよ。で、握る時によく今ここが伸びてここが曲がらん子がいるよと。それはまあゲームやる子が増えてきてっていうのも影響してると思うよって、なるほどなって学生の時に聞いたですね。で、今回見たのが、ここをね、テープでくくって、で、跳ねられないようにして、握り直して投げる練習って。こんなとこ、テープで巻いちゃダメだよって思う人、今多いと思うんですけど、すごくこれもね、なんとアナログだけど、すごいアイデアだと思いますよ。取ったら5本の手で握って、投げるときは、まあ、ピッチャーだったら3本だけど、野手は2本の方がいいんだよと。いうことを迫田監督がよくおっしゃるんですけど、この2本がどうしてもボールが安定したいがために離れちゃうから、これを最初からテープで固定しといて練習するんだって。今の若い先生、それ聞いてどう思いますかね。古いですか。私もね、昔ね、田舎の立山中学ってとこで野球やってて、指導者もあんまりおりませんでした。で、ある時怪我して町の病院に行った帰りに、その地区で強かった二俣中学っていうところの練習を塀の外から見たんです。そしたらフリーバッティングするときに、ここにね、自転車のチューブをたすき掛けしてね、バッティングしてました。要するにこっちの脇が上がっちゃいかんってことを教えるためだと思うんです。ここが開かないってそういうことじゃないって思う人も多いと思いますけど、すごいアナログだけど、やっぱり上がっちゃいかんとなったら、徹底して上がらないようにやるために、ここにゴムチューブ、自転車チューブをたすき掛けしてると。こういう野球って
古いかもしらんけど、私はすごく好きですね。その人たちの工夫とか、本当に良くしたいっていう、気持ちがないとそういう発想にはならない。アナログですけどね。そういうのがすごい貴重な情報で、私は当時ね、当時ネットがないですから、そういう強いとこがそういうことやってたよって言って、私田舎に帰って自転車チューブ探して、チームでこういうのやらないかって言って、やったことはありますもん。で、ちょっととっぽい子は、ボール飛ばねえからって、目盗んで、開けてダーンって打ったりしてるんですけど、それも含めてね、それもなかなか徹底できなかったとこに、あ、二俣中学ってのは凛とした指導者がいた。立山にはいない。まあ、部員の私の提案だって。やっぱりそこに求心力必要だってことも今大人になると分かるし、結局ね、はい、熱心な方いうのは、結局はなんで熱心なんですかって言ったら、野球が好きなんです、野球好きでこういうのを野球を自分はやりたいんです、私はこういうことをやりますよというようなことが言える方いうのは、その味方になってもすごくどうですかね、頼りになる味方ですね。だから最近の世の中っていうのは情報が量も多いし、簡単に手に入るから、一個一個丁寧に吟味して身になってない状態で次の情報が入ったり、とっかえひっかえして目移りするから、結局ガラクタを背負って走ってるようなもんでしょうね。その情報をどっかで使うのって、何でも知ってて物知りであればいいってもんじゃないでしょって今この年になって思いますね。自分の器量に応じた良質の情報を持って、それを豊かに自分の人生で生かしていけばいいんじゃないかと。それが自然にできたのが昔だったと思うんですけど、今それが難しくなってきてるんで、そういう力身につけてかにゃなと思います。それを教えていただいたのが正子監督だったと思いますね。本当に会った人しかわからないんじゃないですか、どんなに話しても分かりましたよ、けど、それはあの本当に会った人しか絶対分からないと私は思いますよね。おっしゃる通りです情報が今多いからね、これがやってダメなら次これやれやって一個一個の取り組みが浅い気がするんですよね。昔はやっぱりそうやって情報ないから、数少ない情報をすごく一個一個大事に丁寧に実行したし、急釣りもしなかったですね。その一つの情報っていうのをもっと信用することができた。私もね、正直迫田監督のその、動画見て、なくなっちゃって今見るからすごくもう聞けないと思うから貴重だと思って丁寧に聞けるけど、正直そのボールっていう動画見た時目は通したんですけど、あ、昔言ってたことだなって思って軽くこう耳から耳へ流れてた自分がいたと、今回本当そう思ったんですよ。人間って同じ情報を流されてきても受け手の心理状況とか気持ちでそれを活かせるか活かせないかっていうのは変わってくる。あとね、こういうのもあるんですよ。迫田監督にね、ピッチャーとバッターの駆け引きの話聞かれて、こうやってねタオルみたいなのを出されて、ここ長谷さんストライクゾーンね、いいピッチャーってのはあのここの角にもここの角にも下の角にも放れるんだよ。だからバッターは全部準備しとかなきゃいけないから優柔不断になって、正確に打てないと。だけどヘボイピッチャーになると球が抜けるから、こういう状態でのコース、もっと言うとインハイの4分の1のところばっか球が来るから打たれるんだよって、すごくアナログな表現ですけど、なるほどなと。ストライクゾーンの高低ってのは、私昔浜松商業ってとこで野球を教えた時に、子供たちがあまりに空振りするもんですからね。で、当時、興南高校って春夏連覇した興南のガキヤ監督の本読んでたら、ストライクゾーンの、これが窓だとしたら、このストライクゾーンの後ろ、キャッチャーのとこに、自分の大事な人、親だとか、彼女だとかがいると思って打てば、そんな簡単に空振りしないぞっていう表現を見て、これだと思ってね、浜松の選手に、ストライクゾーン、ちょっと新聞で切ってこいって言って、どのゾーン打てばいいか目で認識しろっつって語り出したら、翌日、中澤さん、切ろうと思ったんですけど、だいたい新聞をこうやって縦に広げた、新聞横に読んでるの縦に広げた幅よりちょっとちっちゃいぐらい、だいたいそのぐらいですっていう返事が返ってきました。私もその時勉強したんですけど、そうかって意外に広いなって思ったんです。だけども迫田さんのその話に戻ると、このゾーン全部使えるピッチャー、いいピッチャーで、ほとんどのピッチャーは
偏ってこのぐらいのゾーンだけ待ってれば打てるんだよって、だから打たれるんだよって、こういうことも迫田監督が教えてくれて、すごく簡単なようで迫田監督の野球は深かったですね。はい、まあそういうようなことで、私も迫田監督のその動画見ながらね、もう一回復習しながら勉強してみようかと。で、私その迫田監督の動画見てまた思い出したこと、こういうことあったら皆さんに、私の口から私の表現とか、その私が同じ話を聞いた時に感じたこと、そういうエピソードを添えながらお話、今後時々させていただきたいなと、監督のちょっとバックナンバーを、もう一回復習として見させていただきながらね、自分も野球の勉強振り返りをしたいなと思ったので、ちょっとそんな話をさせてもらいました。はい、何を言ったら、私が何を望んどるんやったら甲子園に行くことを望んどるんであって、あとが経済がどうとか家庭がどうとかそんなこと全然関係ないんですよ。まあ、あの最後スタートに戻りますが、監督さんを心配してくださってた私の子供もね、監督元気になりましたのでありがとうございました。あのね、くしくも監督さんのちょっと体調落ちる時期と彼が元気になる時期が一緒だった。なんかいろいろなことを思います。監督さんありがとうございました。はい、じゃあまた改めてね、葬儀のお話とさせていただきたいと思います。本日は以上になります。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、はい。